さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。今週もやってまいりました。はい、さあ突然ですが質問です。ミシェルさん、年間6万って何の数だと思いますか？年間6万です。普通の競技場の収人数だったら横浜高専が6万円よりちょっとだったり、昔の国立が5万8千だったり、年間6万です。小遣いにしちゃ少ねえしねみたいなあ、そうですかね、どれくらいもらってるんですかね、それも気になりますけれども今回ゲストの方が代表を務める医療法人に患者さんが診察に訪れる数なんです、どうぞ。世界トップレベルの長寿大国日本、しかし現在は単に長生きをするだけでなく健康に長寿を全うする、そんな考え方が広がり始めている。その背景には平均寿命が伸びた結果、自立して健やかな生活を送ることが困難な高齢者が増加している。そんな時代に未然に病気を防ぐ予防医学をテーマに、より良い医療を提供し続ける男がここにいる。医療法人社団南州会勝浦整形外科クリニック院長有馬三郎。人口はおよそ1万8000人。県の南東部に位置する千葉県勝浦市で創業20年を迎える勝浦整形外科クリニックでは、地域医療へのさらなる貢献を目指し、人材の育成、良質な医療の提供、地域との交流をモットーに、多くの患者にとってのベストな治療を選択提供し続けている。今回は有馬三郎をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。勝浦整形外科クリニック様の業務内容を教えてください。はい、平成、10年に、開業して、高校とか育成の方に力を入れてますね。サッカー選手 のトレーニング方法だとか、怪我の予防とか、あるいはケアの仕方とか、それとも現場でトレーナーとか、理学療法士が現場に行って活躍して、仕事させていただいてます。はい、先生ご出身も勝浦なんですか？私は鹿児島なんです。鹿児島まあ海に近いっていう海に近いんですけどね両方ともね、勝浦もね。なぜ勝浦？前任地の総合病院が千葉県の鴨川市にありまして、そこで、勝浦市にある国際武道大学という大学、はい、まあ、ご存知かもしれませんが、はい、そこの非常勤講師をちょっといたしておりまして、はい、そこでちょっとスポーツ選手だとかトレーナー養成の観点で、そういった医療機関がなかなか勝浦市なかったので、そこで、自分が少しお役に立てればなと思って、はい、まあ、そういったところでは開業の動機といえば動機ですね。それが環境がいい場所で、僕も千葉でね、よく勝浦小湊館山とかみんなこう遊びに行かせてもらったんですけど、子供たちと一緒にね、いい場所ですよね。もう自然が豊かで、国定公園ですごく綺麗ですね。環境はバッチリですね。開業されて20年ほどということですけれども、ね、おかげさまで20年間。最初からもううまく軌道に乗ってらっしゃったんですか？一生懸命なりふり構わずやってきたっていうところで、今が軌道に乗ってるとは思ってないんですけど、実はある種危機感を持ちながらやってますので、おかげさまでなんとか今まで、はい、さらにこれからも発展していこうかなと思って。最初から整形外科をやる？整形外科です。外科で始められて、はいはい、でそこからリハビリだとかみんなもう、はい、トレーナー養成とか、そういう地域の養成を考え、ね、考えればやっぱり手術をちゃんとできたクリニック、施設が必要だなと思いまして、生涯現役であることと、できる限り最後までメスは捨てたくないなという気持ちもあったものですから。メスは捨てたくない。いいですね。はい、ありがとうございます。患者さんのお話を親身になって聞くっていうスタイルをずっと貫いていらっしゃるというふうに。基本的に患者様から情報をいただかないと、もう診療成り立ちませんので、その患者様一人一人の個性というか背景が分かってないと、治療はできないです。どういうストレスを抱えてるのかとか、はい、もうライフスタイル、家庭環境、それからご本人様の持ってる知識だとか、そういったのがないと、いくらこちらから ああしてください、こうしましょうと言っても、生活様式とマッチしなければ、それは絶対治療に乗っかって これないですよね。医師だけが一方通行になってしまいますので、必ずキャッチボールしていって、
先生の前に行く時っていうのは患者さんはなんかダメージを自分で抱えていってるからね、もうすでにね。そうですよね、うん、その時にああこうだこうだなんてやられたらもうなんかこうなるんだけど、それは大丈夫だ、ああこれは大丈夫っていう、そういうね、まあうかつなことは言えないんだろうけども、そういう雰囲気だったらこれ直してもらえるかなっていう感じになるしね。スポーツ選手は特に練習を休まず直したい、で一般の患者さんも一緒で、仕事をしながら生活のレベルを落とさないでなるべく直したいという気持ちが一緒、これもアスリートと一緒なので、スポーツ整形外科で培った診療スタイルはそのまま一般の患者さんにもろに当てはまってます。地域的に患者さんの数ってどういう人口はすごく少ない、過疎地域で1万8000人ぐらいです。過疎地域だから年間でも患者様の外来の診察人数は延べ6万人ですね。で入院患者さんは年間4000人入院する。その近辺の方々が来るんですね。そうですね、診療圏大体勝浦だけじゃなくても、そうですね、時々県外からもおいでになります。ああそうですか。最近健康寿命を伸ばすということが大事だというふうによく言われますよね。おっしゃる通りだと思います。それどうすればいいんでしょう。ですね、まず健康寿命を伸ばすということは3つの疾患といいます、疾病ですね、ロコモティブシンドロコモですね、それからメタボリックシンドロームですね、生活習慣病、それからもう喫緊の課題がこの認知症ですね。この3つがやっぱり三大疾病といいますか、これは本当に真剣に取り組まないといけないと。メタボとその認知症に関してはその運動を通してですね、メタボの予防あるいは治療ですね。やっぱ予防に力を入れてらっしゃる、はい、っていうことですね、はい、治療医学は効率が悪いんです。お金かかっちゃいますよね、うん、病気になってから薬やったり手術やったり、それで治ったとしても、はい、結局健康寿命が伸びてないと、うん、予防をすれば医療費、社会保障費が減らせると思う。それをちょっと、まあ、田舎というか地方ですけどね、ちょっとそれにトライして、やっていこうかなと。開業当時の話にちょっと戻るんですけれども、はいはい、最初理学療法士さんがお二人しかいらっしゃらなかったんですよね。大変でした。はっきり言って2名がフル回転 で、はい、でおかげさまで今15名で、やっぱり理学療法士がいないと、はい、私たち整形外科の診療は成り立たないというかですね。リハビリですよね。はい、リハビリですよね。体の動かし方、使い方、何歳になってもこれは立って歩けている以上はリハビリをやっていただくというのが基本です。大事ですよね、はいはい、そこからあとスポーツ現場でサッカーだとか、それこそあとはプレミアリーグのバレー部チームにもトレーナーやってますけど、トップアスリートの現場経験も積めるということで、いやそれ大事だね。やっぱりそれが出てくると、はい、トップアスリート見るようになってくると、はい、全然違いますよね。モチベーションも上がりますし、はい、モチベーションと現場のね、はいはい、ここで勝浦整形外科クリニックが持つ強みについて話を聞いた。手術を頂点とした治療医学、これはまあ最大の強みだとは思います。それからそれの治療医学のもう一つ支えになっているのはリハビリテーション、しっかりとした知識を持っている理学療法士がいることですね。治療が終わったら次は健康寿命を伸ばしましょう、寝たきりをとにかく短くして、そういう、そういうことですか。幸せですよね。そうね、それを目指すというか、その2つですね。もう一つはさっき、国際スポーツ医学研究所のそのスポーツ医科学、そこについてフリップでご説明いただければなと思うんですが、はいはい、これが勝浦整形外科クリニックになりますね、はい、でこの勝浦整形クリニックの中にこの医療法第4次二条施設という勝浦スポーツクラブという名前をつけてるんです、はいはい、この施設があります。ここにフィットネストレーナーとアスレチックトレーナーがいる、時々、はい、理学療法士 PT ですね、はい、それから私で外注でと栄養士さんが入っている。でここにあとリンクして、これは予防医学ですね、こっちに行けば行くほどアスリート対象になってきます。で国際スポーツ医学研究所、これは株式会社です。これが医療法人ですね。この2つが、2つが、はい、あなるほど、うん、これが国際スポーツ医学研究所、この株式会社ですか、ね、ですね、これはリーダーはアスレチックトレーナーです。なるほど、大きく3本の柱になってるんです ね。最近はちょっと介護の方も始めました。こっち側、はい、ここにちょっと当たるんですけども、フルコースだ。そうです、はい、ワンストップで、ワンストップ、はい、なかなかそういった施設はないかなと思いますね。続いて
勝浦整形外科クリニックで展開されているという医療法第42条施設について詳しく話を聞いてみた。平成7年にできた規制緩和の一環としてできた法律でして、厚生労働省が生活習慣病治療と及び予防の観点から有酸素運動療法ですね、有酸素運動を主たる手段として、知らなくてスポーツジムを医療法人にも経営していいですよという法律を作ったんですね。医療法人って大体治療しかやっちゃいけないという世界ですけど、かなりこれ思い切った法律だと私は最初、あ、こんな法律できたんだと思ってちょっとある種びっくりしました。で、開業したらこれやりたいと思ってましたから、まあ、ちょっと時間はかかりましたけども、千葉県で2番目に認可を受けまして、それで、例えばうちで人工関節の手術された中高年者の方々、高齢者の方々もリハビリ卒業したけども、やっぱり自分で運動できる環境もないし自信がないから習慣づけて運動したいというところで、この桂スポーツクラブで医療法第42条施設の会員様になっていただいています。で、今度強化していくと、そう、ね、トレーニングしていくトレーニングですね。同じでね。それから、80歳代の会員さんも多数いらっしゃって、皆さんお元気です。血圧も高くないし糖尿病でもない、頭も冴えてらっしゃいますね。運動はその頭の働きも当然良くて、内臓系も働きも良くて、免疫系も良くなるという、もうデータも最近出てました。必要なんですよね、はい、疲労回復能力が高まるだけじゃなくて免疫力も高まっていくという。会員数はどのくらいいらっしゃるんですか？会員様はまあ400名おかげさまで超えてます。人口1万8000の割にはちょっと多いかなということで、幽霊会員様が少ないですね、すごく。みんなもう日常のあれで習慣になってるから来られてます。あ、会員なんですね。はい、会員さん、あ、そうだ、患者様じゃないので、もう会員様です。会員様、会員、はい、会員様です。なるほど、医療というものは変わってきますよね。変わらなきゃいけないと思います。予防医学に力を入れていかないといけないと。なかなかでも私たち治療医学、学生時代治療医学しか習ってませんし、医師免許証をもらっても治療医学オンリーですから、なかなか予防医学のところにこう手をつけるというか、それやってみようという臨床医は極めて少ないと思います。勝浦整形外科クリニック様の今後の展開も教えてください。 あんまりそのこの目新しいこととかそういうことでなく、地道に引き続きやっていきながら、とはいえスタッフが一番やっぱり大事ですね。結局職員が守らないと患者さん絶対守れませんので、患者様は、で職員で元気に働いていただきたいと。で、日本の社会が今後、例えば今65歳定年ぐらいでしょうか、これが70歳定年になり、まあ、年金をもらう年代がだんだんだん遅れてくると、当然長く、さっき言った健康寿命も長くしていけない、これは国の課題だと思うんですよね。そういうことは私たちの職場もまずそれをやらなきゃいけないだろうと。患者様に、あるいは患者様にそういった説明をする前に自分たちがやれないとおかしいだろうということで、75歳まで元気で働ける職場作りをしたいなと、まず思ってます。地域に密着した医療で健やかな未来を作り続ける有馬三郎。そんな男が心に刻む座右の銘とは。好きな言葉は、経典愛人という言葉がありまして、私鹿児島出身で、小学校は西郷隆盛のお墓が近くにあって、私たち小学生時代西郷さんのお墓を掃除してたんですね。そうですか。それで西郷さんの残した言葉で経典愛人って、もう各教室というかもう学校に貼って掲示してあって、ちっちゃい時から、まあ、人のためにっていう、働きなさいと、天は人を、万人を愛するようにあなたも万人を愛しなさいというのが言葉の意味で、素晴らしい、そういうこと。ありがとうございます。もう本当にもうますますこう日本を元気にさせてください。そうですね、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。